今日は逆作画崩壊について紹介する動画になっているんだが、まず俺らが逆作画崩壊した時の画像から紹介するぞ。そんなタイミングあったか。これは逆作画崩壊というか実写化じゃねえか。やっほほー、どうもコテゾウです。そしてチビゾウです。というわけで今回は実際に起こったアニメ業界の逆作画崩壊について紹介していこうと思うぞ。逆作画崩壊？なんだそれは。作画崩壊の逆で綺麗な作画ってことは神作画ってことじゃないのか？神作画ってのも同じく逆作画崩壊っぽいんだが、今日紹介するのはそんなやわな逆作画崩壊じゃねえぜ。なんだよやわな逆作画崩壊って。てか、逆作画崩壊って言いすぎて頭おかしくなりそうだ。今日紹介していく一つの例なんだが、この可愛いプリキュアがいるだろ？今のプリキュアってこんなにも進化してるのか。って着眼点はそこじゃないな。これが逆作画崩壊するとどうなるんだ？逆作画崩壊は別作品か？って思うくらい作画が変わったり、別人級になることを表してるぞ。これは別アニメすぎるだろ。本当に同じプリキュアか怪しいぐらい少年アニメの終盤感があるぜ。こんな感じでいろんなアニメの逆作画崩壊を見ていこうと思うぜ。みんなの好きな逆作画崩壊とか神作画があったらコメント欄で教えてくれよな。つうわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、早速さっき紹介したプリキュアから紹介していこうと思うぜ。早く教えてくれー。逆作画崩壊も気になるんだが、今のプリキュアの進化具合も気になるんだよ。まあ落ち着けって。それじゃあ紹介していこうと思うんだが、例の逆作画崩壊が起こったのは、トロピカルージュ、プリキュアという作品だぜ。トロピカルージュ。二人はプリキュアとかプリキュア5世代からしたら、すごい名前だなって思ってしまうぜ。チビゾウ、お前も早く進化に追いついてくれ。この作品は2021年から2022年まで放送されていたプリキュアシリーズなんだが、普段の作画はこんな感じで、ザ・プリキュアってわかるようなキラキラとした作画だ。この、夏海真夏というキャラを、しっかりと覚えておいてくれ。昔から作画も進化してるんだな。俺らの時代はこんな作画じゃなかったのに。おい、今そういう俺らの時代は。ってやつもハラスメントになるんだぞ。本題に戻るんだが、逆作画崩壊が起こったのは2022年1月23日放送の、最終回の一つ前のエピソードだ。最終回間近だと作画にも力が入るよな。どんな逆作画崩壊が起こったんだ？これは逆作画崩壊すぎる。敵に最後の一撃を打ち込む、鬼滅の刃のかまど炭治郎もこんな顔してたような気がするぞ。当時の SNS の反応的には、プリキュアがぬるぬる動くと強さが倍増して怖い、俺の知ってるプリキュアじゃない。おっさんかと思ったら女子中学生が戦ってたというコメントが多かったぜ。さすがにおっさんには見えんだろ。ちなみにこの、夏海真夏というキャラの他にも一緒に逆作画崩壊を起こしたキャラクターがいるぞ。一緒に逆作画崩壊を起こすってパワーワードすぎるだろ。それが、キュアフラミンゴこと滝沢アスカというキャラだ。キュアフラミンゴで笑いそうになってしまったぜ。今のプリキュアはネーミングも進化してるんだな。逆作画崩壊具合で言えば、キュアフラミンゴの方がすごかったと話題だぜ。その逆作画崩壊というのがこれだ。筋肉の描写とかも綺麗すぎるだろ。これはアクションアニメとして大売り出ししてもヒット間違いなしの作画だな。さすがに深夜アニメクオリティだよな。これが日曜の朝に放送されて全国の幼児が見てると思うと、日本の国防力が上がりそうだぜ。さすがにこれを見ただけでキッズたちは強くならないだろ。もう一枚話題になった画像があるんだが、このシーンの作画が明らかに島本和彦が関わってるだろと当時のツイッターやネットで騒がれていたぞ。確かに作画とか絵のタッチが似てるけどな。そうなると熱血系プリキュアになってしまうだろ。熱血プリキュア。来年のプリキュアの候補ありがとうな。こんなの採用するんじゃねえよ。こんな感じで逆作画崩壊をいろいろ紹介させてもらおうと思うんだが、なんとなく要領はつかめたか？もちろんだぜ。逆作画崩壊でいつものアニメに深みが出るのが面白すぎるな。その意気だぜ。それじゃあ次のアニメを紹介させてもらうぞ。次の逆作画崩壊アニメは、パンティ&ストッキング、ウィズ・ガーターベルトという作品だ。よく、パンストって訳されるアニメだな。結構特徴的なアニメのタイトルだな。名前は聞いたことあるが、あんまり内容は知らないぜ。内容的にはゴーストという敵と戦ったりするアクション系のストーリーで下ネタとかも多いと噂なんだが、このアニメは別名、元祖逆作画崩壊と言われるほどの作品なんだぜ。元祖逆作画崩壊はめちゃくちゃ気になるな。どんなのか見せてくれ。それがこれだ。ん？
もしかしてさっきのプリキュアの画像を出してないか？これがさっき言っていた、パンストの逆作画崩壊だ。落差がありすぎて高山病になるって、元のアニメがアメリカのコミックっぽいタッチだから逆作画崩壊で大人っぽくなると本当に別アニメだな。他にもこんな感じで顔の作画が全く変わることから、異名の、元祖逆作画崩壊って呼ばれるようになったんだぜ。パッと見たら髪色とかしか一緒じゃないから、二次創作とか同人誌の類かと思ってしまうな。ちなみになんだがこのアニメ、下ネタが多いって言っただろ？この逆作画崩壊中に。あれだよ。なんだよ、急にもじもじしだして。はっきり言わねえとわからんだろ。まあオブラートに包んで言うとこのキャラたちが下着を脱ぐってことだな。コテゾースマン、ちょっと用事ができたから早退させてもらうぞ。パンスト。下心パンパンじゃねえか。てかコテゾーもオブラートに全然くるめてなかったぞ。まあ、パンストが気になる人はぜひ見てくれよな。じゃあ次のアニメの紹介に移るぞ。みんな知ってるだろ。忍たま乱太郎だぜ。この作品は昔から不動の人気だよな。でも NHK で放送されてるアニメだから、そんな逆作画崩壊とかしてるイメージが湧かないんだよな。百聞は一見にしかず、とりあえず見てもらった方が早いから見てくれ。無駄にイケメンになってるのが腹立つな。ルッキズムで悪いが、しんべヱはそんなに細くないだろ。なんてこと言うんだよ。忍たま乱太郎のアニメでは結構逆作画崩壊が起きてるらしくて。こんな回もあったりするぞ。きり丸にアイドル的人気が出そうな感じがするぞ。このキャラデザになったら一気にキザな雰囲気になって見る気になれないって思ってしまったぜ。忍たま乱太郎はあの画風に助けられてるって言っても過言ではないな。ちなみにまだまだ逆作画崩壊は起こしてるぜ。せめて乱太郎たちでとどめてほしかった。給食のおばちゃんが逆作画崩壊を起こすことで、ドロドロとした恋愛アニメに展開していきそうなのはなぜだろうな。よし、そろそろ次のアニメ行くぞ。次も忍たまに続いて国民的アニメ、ドラえもんからだぜ。これこそ逆作画崩壊を起こさないんじゃないか。ちびっこが見てる中で逆作画崩壊起こしたら PTA が切れてくるぞ。じゃあ早速見てもらうぜ。これは、のび太と、ジャイアンの逆作画崩壊だ。否めないボーイズラブ感。見る人が見るとドラえもん同人誌の筆が進むだろうな。なんだよそのコメント。しっかりとこのキャラクターも逆作画崩壊を起こしてたぜ。ガチのお坊ちゃまになってしまった。手元に持ってるのはワインか？逆作画崩壊中でもそれはやめてくれよ。多分ブドウジュースとかだろ。この放送を見た SNS 民はガンダムウィングのトロワだろ。というコメントが多数上がっていたぞ。トロワ？どんなキャラクターなんだ？お怒りの毛だけで決めつけてやるなよ。次は静香ちゃんも逆作画崩壊させるぞ。ただの別人なだけじゃねえか。でも俺は、元の静香ちゃんの方が好きだぜ。静香ちゃん。よかったら俺の名字いらないか？急に何かと思ったら口説いてるんじゃねえよ。最後にドラえもんで欠かせないキャラクターといえば。ドラえもんもしっかりと逆作画崩壊だ。気持ち悪すぎる。ドラえもんはスリムでマッチョになるとただの青い肝生物になるって今ここで学習させてくれてありがとうな。それじゃあ最後のアニメ行くぞ。ドラえもんを紹介したってなると。同じ時間帯に放送している、クレヨンしんちゃんからも逆作画崩壊を紹介させてもらうぞ。国民的アニメの二大巨頭がどちらも逆作画崩壊を起こしてるのか。これからのアニメ業界も安泰だな。野原家の全員が逆作画崩壊を起こしているから、順番に一人ずつ紹介させてもらうぜ。まずはしんのすけからだ。なんで金髪になってるんだ。逆作画崩壊を起こしてもなお、ゲジマユは残ってるんだな。しんのすけのアイデンティティってゲジマユなのか？サクサク紹介していくぞ。次はひまわりだ。ちょっと可愛くなってるの草。赤ちゃんのキャラがしっかりと表情を持つと、こんなにも違和感なんだな。よし、次は野原家の母親、ミサイだ。まさかの美少女漫画系に転生してる件について、ミサイがなんか可愛くなって、若返ってるの。なんかいいな。気持ち悪いよ。次は大黒柱、野原ひろしの逆作画崩壊だ。ひろしだけ俳優さんに実写化頼んだのか？それぐらいリアルだし、おじさん感すごいぞ。でもそんなひろしは俺は好きだぞ。よし、野原家はこれでラストだな。おい、大事な一人。いや、一式を忘れるんじゃねえよ。ただリアルに犬を描いただけじゃねえか。というわけで今回はいろんなアニメの逆作画崩壊を紹介させてもらったぞ。逆作画崩壊することでいつもと違う味が出て、いろんな味変ができた感じがして楽しかったぜ。他にもまだまだいろんなアニメ
目が逆作画崩壊してるからこの動画が好評だったら第2弾があるかもだぜ。みんないっぱいリクエストしてくれよな。じゃこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。